はい、酒好きな、元新潟人の飲酒動画です。今回も、キワ搾り、ローソンストア100で、購入しました。果汁が、パイナップル味のキワ搾り、果汁 30%、アルコール度数が、3%、低く。これ 6% にしとけよ。なんで 3% に下げたの？意味がわからん。手搾り感覚。贅沢果汁。原材料名がパインアップル果汁と、醸造アルコールと加糖ブドウ糖液糖と炭酸香料酸味料。甘味料もあるみたい。嘘。甘味料も入っているだと。バカな。嘘。グレープフルーツ味入ってなかったやん。なんかいろいろおかしい。なんかいろいろおかしいぞ。このキワ搾りなんかおかしいぞ。あれ？なんで変わってしまったんやみたいな。嘘！お前な、ちょっとそれはねえぞ。まあいいや、乾杯。うん。うん。パイナップル。うん。うん。うん、でもそんなに甘味料な味せんけどな。うわ、甘ーとかじゃない。変な甘さも、まあ若干するような気もするんだけど。まあ、あれですね。でもアルコール度数 3% なんでほとんどジュースですね。果汁 30% 入ってるのはいいんだけど、アルコール度数 3% と甘味料も含まれている。これは微妙やな。でもやっぱりなんか、なんか、パインの味はするんだけどさ、いい感じにするんやけど、やっぱ甘味料の味するな。なんでアルコール度数 3% にしたんだろう。あと甘味料入れたんだろう。だいたい甘味料なんて入れる必要なくない？あのグレープフルーツ味はさ、結局ほら、グレープフルーツやから、ちょっと酸っぱいから、まあ、甘味料入れるとか、だったらわかるけど、グレープフルーツ味とかだったらまあわかる。パイナップルはもともと甘いんだからさ、30% も果汁が入ってるわけだから、甘いわけだろ。それだったらわざわざ甘味料を入れる必要があるのか？だいたい前回のグレープフルーツ味だって、甘味料入ってなかったじゃないか。どうなってんだ？よくわかりませんけど。でもこれ、見た感じ、この、キワ搾りのグレあ、じゃあ、パイナップル味、多分、最近新発売したやつや、ね、多分これ。
最近、だって俺、グレープフルーツ味しか見なかったから、多分最近リニューアルしたやつ、リニューアルっていうか新発売したやつだと思うんだけど。これはちょっといただけません。甘味料の、代わりにさ、塩とか入れてくれるやつや。グレープフルーツ味の時、塩入っとったやん。塩入れてくれや。ちょっと変わった味わいになるから。絶対。で、アルコール度数を 6% に戻す。それ。うん。6% ぐらいがちょうどいいねん。なんで 3% とかジュースやん、これ。完全にジュースやん。完全にジュース。これはいかんな。多分、俺が思うに、パイナップルが高いから、アルコール度数を下げて、で、その原材料を抑えたんじゃないかな。わからん。甘味料も入れたのも多分、原材料を抑えた。砂糖の、その、コストを下げるためじゃないか。大してうまくねえ。大してうまくねえっていうか、よくありきたりな味になった。だいたいアルコール度数 3% やから、まあ、あれやね。うん。よく売ってる、女性向けのなんか、なんだっけ、ほろ酔いみたいな。あれも 3% やねんな。あれな感じになった。もうこれやったらもう、買う必要ないで。これやったらもうあれだと思うよ。キワシボリっていう名前をもう返上して、ホロ酔いとかにした方がいいんじゃない？ホロ酔うとかにしよう。ホロ酔うサワーとかで出せばいいんじゃん。せめてさ、アルコール度数ぐらいはさ、キワシボリってさ、統一し、せえよ。と、俺は思いますけど。これは買う価値ねえな。3542です。ご視聴ありがとうございました。